アンドリュー・ジャクソン大統領は彼の1829年の一般教書演説でインディアン移住法を求めたインディアン移住法はインディアン移住として知られるアメリカが衆国政府の政策の一環として1830年5月28日にアンドリュー・ジャクソンが衆国大統領によって調印された移住法は文明化後部族が居住する土地への入植を 絶望していた南部で強く支持された。特に当時最大の面積のジョージア州は、チェロキー自治領との司法での論争を繰り返していた。ジャクソン大統領は移住がジョージアの危機を解決することを望んだ。理論上インディアン移住は自発的に行われるべきであったが、実際には強い圧力が移住条約に調印したインディアンのリーダーたちにかかっていた。 ほとんどの観察者は彼らがインディアン移住の方針を支持していたか否かに関係なく法の可決は州からのほとんどのインディアンの必然的な移住を意味したと理解できた。それ以前に移住に抵抗していた一部のインディアンのリーダーたちは特に1832年のジャクソン大統領の地滑り的な再選の後に彼らの立場を再考し始めた。多くの反対があったにせよ。 ほとんどの白人アメリカ人はインディアン移住法の可決を支持した。エレミア・エバーツに代表される多くのクリスチャンの選挙師は法の可決に反対する運動を行った。ニュージャージー州選出の上院議員のセオドア、フリーリングハイゼンと、テネシー州選出の下院議員のデイビッド・クロケットはこの法に反対を表明した。移住法は通列な討論の後に議会で通過された。 移住法の条項の下で批准された様々な条約が数万人のインディアンを気の進まないしばしば強制的な西部への移住に導いた。移住法の後に調印された最初の移住条約は1830年9月27日のダンシングラビットクリーク条約でミシシッピ州の直闘族が西部の土地と保証金と引き換えに川の東側の土地を割譲した。 1835年に調印されたニューエコタ条約は涙の道として知られるチェロキー族の大移動をもたらした。インディアンは西部への移住により多くの犠牲者を出し、彼らのいなくなった南部の広大な土地は面火地帯となった。ありがとうございます。